坂子さんまです。味方になってしまう、そんなわけが。さあどうやって、いやほんま下平平どう、こっちにはいない、そっちにはいないんかい。抜けたやん下平平。マジか。まあええわ、ほんな下平平来るまでちょっと普通にプレイするわ。下平平来たらもう下平平狩りで、下平平狩りか、あとあの何ハイドラみたいなターミネーター、ブルー、あの長射程のやつをとにかく狙っていくパターンで、今回のテーマ、まあとりあえず大阪子さんま鉄板のそんなわけがを、まず右サイドの ここ絶対激戦になるかな。でここに置く、相手運行置いてる、まあでもちょっとギア積んでるから粉末ではちょっとしないか、うんな、あいこぐれこれな、だからあそこに強無事のあのそんなわけがを置くことによって死んでくれるのよね。だから1切り取れるから結構重要なの、あの置くポジション、うーん、で大悟なる、この大悟、うん、はい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 、ゴブレイ、よし、いいよ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 、はい、引き打ち、得意の引き打ち、で、また、うわ、ブレ、うわ、スペシャル溜まったから、めっちゃ置きたかった、そんなわけが。ほんまやにしときたかったけど、ほんまやなれへん、バカ、うわ、今のやらかしたな、今のやらかしたから、初心者はなるって言うけど、初心者、なんでもかんでもミスした初心者やったらええと思ってるから。初心者どうでしょう。ここでまた右サイドこう、はい、ここでちょっと塗りも忘れ、はい、大悟な、あ、これあかん、当たるな壁に、ちょっと待って待って、コントローラーおかしい、危ない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 、おっとやっていこう、はいゴブレイ、はい二人抜き、おーしょ、いいよ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 、今の二人抜きかっこよかったんじゃない、これ初心者だね、初心、なんでも良くても悪くても初心者だ、うん、インクがね、これ初心者ある。うん、危ない危ない、これピヨーンって、いやいや、これやられんの。これも初心者ある。何でもかんでも初心者ある。初心者あるあるにしたら何でも通る。それで OK。それでいこう。いや、俺的にはでもスナイパー出てきてほしいな。はいはい、うんこ投げていく。味方さんあれか、相打ちしてくれた。これはでかい。来ない打ちすることで右サイドが開く。右サイドが開くと、はい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 。ね、大悟投げれるやろ。はいはいはい。この大悟がうざい。よ、怖い。よ、怖い。うんこがね。やばいやばい。ちょっと待って、うんこ投げすぎてるな。大悟、ここで、はい、ここでそんなわけが設置。で、こっちが、はいはいはい、おいでおいで。はい、はい、飛ぶ飛ぶ。あ、倒したやろ、ほら。これな。置くポジションによって死んでくれるのよ。めっちゃ煽った死んだ。ジャーブ、ジャーブ。同じ初心者隊やったら抜かれへんやろ、またきっちり抜かれた、また。ええよ、ええよ。いや、また、今度はブルーブルーになってきてる。やばい、フリーズするパターンやぞ、これは。まあ、負けたな。まあ、負けたな。まあ、ええねん、ええねん。勝ち負けはどないでもいい。どうでもいい。俺、勝ち負けに重きは置いてない。さあ、2